バルデスタリ、エイコ、ここでお前を倒し、俺は実力で大魔王になってみせる。知略と悪知恵を履き違えた小僧ごときに何ができるか。魔界を支配するのは力のみ。はっ、雑草どもが身の程知らずな夢をわめいておるわ。この魔界を滑るのは我がゼクレスと最初から決まっているのに。のう、アスバル、わらわのかわいい息子よ。ふん、このミアラの豊穣はゼクレスが誇る秘宝。アスバルが生まれ持った絶大な魔力を糧に、古の魔人を降臨させるのだ。母上、嫌だ、こんな。魔界を我がゼクレスの掌中に。お前の魔力で全てを焼き払っておしまい。なんだあれは。このままではアスバルの体が持ちませんぞ。しばし休ませればまた使えよう。この戦、ゼクレスの勝利は決まったも同然。もはやファラザードもバルディスタも立ち上がる力など残っていまい。生き残った者に撤収命令を出せ。あとは捨ておけ。はあ、おのれ、ゼクレス。無事ですね。よしか。なぜ。
待ってろ、今助けるから。こんな傷すぐに治してやる。だから、だから。うろたえるな、ファラザードの魔王よ。あなたは魔界を救うために夢をなすべきことをなさなければ。その夢はお前とじゃなきゃ果たせないんだ。お前がいなかったら意味ないだろう。ああ、ユシか。灰にまみれた旅立ちの日も、ファラザードを起こした朝焼けの日も、あなたは語って聞かせてくれた。今までのどんな魔王も成し得なかった方法で理想郷を築き、魔界を救ってみせると、あなたが語る破天荒な夢がとても好きだった。だからどうかあなただけのやり方で魔界を。ダメだ、なぜ行かないでくれ。私はあなたの副官。あなたが必要とするなら。ユシカ、いつまでもそばに。もゼクレスもみんな引き上げていったぞ。俺たちもファラザードに引き上げると。だからユシカ、お前も。